ジェイレン・タイ・リース・ジョンソンは、アメリカ合衆国、ウィスコンシン州王宗出身のバスケットボール選手。NBA のアトランタホークスに所属している。ポジションは、スモールフォワード。サンプレーリー高等学校で2年間プレーした後、ニコレット高等学校へ転校。3年目のシーズンにチームを、ディビジョン2の州大会優勝に導いた。その後、 2019年にイングアカデミーへ転校したが、試合に出場することなく2020年1月に、再びニコレット高等学校へ戻った。4年目のシーズンは、平均24.6得点、10.9リバウンド、4.8アシストの成績を記録し、ジョーダンブランドクラシックに選出されたが、新型コロナウイルスの影響で中止となった。 ESPN などの主要サイトから5つ星評価を受け、デューク大学、ケンタッキー大学、アリゾナ大学、ウィスコンシン大学からオファーを受けた中で、2019年7月4日に、デューク大学への進学を決断した。2020年11月28日のコッピン終日、大学戦で NCWA デビューを果たし、19得点、19リバウンドを記録した。 2021年1月26日のジョージア、高科大学戦では18得点を記録した。その後、シーズン途中の2月15日にチームを離脱し、2021年の NBA ドラフトにアーリーエントリーした。ジャーナル、ジョンマソン、ウィスコンシンステート、ジェイルン・ジョンソン・ゲーンズ・エリジビリティ2プレイアット、クレンデールにこれ、マディソン・ドット・コム、 2021年6月24日閲覧。ジョーダン、ジェイソン、マクドナルドオール、アメリカンゲームキャンセルドアミットコビット、ナインティーンコンサーンズ、SI オールアメリカン、2021年6月24日閲覧。キャロン、エミリー、ファイブ、スターリクルートジョンソンコミッツツーデュークズ2020、クラス。スポーツイラストレーテッド、2021年6月24日閲覧。 コピンステート VS デュークゲームリキャップノーベンバー28 2020ESPNESPN.com 2021年6月24日閲覧ジョージアテック VS デュークゲームリキャップジャニュアリー26 2021ESPNESPN.com 2021年6月24日閲覧デューク S, s. Johnson is f ー r e g o i n g s e レクレアリングフォー n b a ドラフトザシアトルタイムズ .2021 年6月24日。閲覧。ありがとうございます。